はい、皆さんこんにちは、ベネです。今日は、巷で話題のチャイボーグメイクっていうものに挑戦したいと思います。イエーイ！中国のメイクなのかな？ちょっとなんかそれが日本でブームを起こしてるそうなので、今日はちょっとそのチャイボーグメイクで私にメイクしてもらったらどうなるのかちょっとやってみたいと思います。はい、ということでお願いします。はい、頭のマッサージ、いつも普通に手でマッサージしていくんですけど、今日はなんかこう変わった棒を持ってきました。どう？おお、手でやって、やっぱりこれにプラス手、なんかね、やっぱりね、その人工的なものよりもね、やっぱね、人のなんかぬくもりを感じてこうマッサージしてもらった方がなんかこう効いてる気がするよね。わかんない、それどう？うん、絶対こっち。あとね、最近ね、聞いてる？何？最近ね、なんかね、おっぱいマッサージ始めたの。いやいやいや、何おっぱいマッサージ？あのね、この背中の肉をグワーって前にこうおっぱいの方に持ってくるとおっぱいができるんだって。おっぱい欲しいんですか？え？いや、後ろの肉いらないじゃん、逆に。だったら前に持ってきてもうおっぱいにした方がいい。その脂肪のなんか有効活用。なんか後ろいらないじゃなくて、背中に脂肪つけとくならさ、うん、前に持ってきておっぱいボーンってあった方がよくない？どうですか皆さん。どう？鼻毛カッターでやってみます。初めてやります。近場をちょっとチョンじゃなくてもうぐるっといく。あ、そう、あ、怖い。ぐるっと、きっと大丈夫だから。そうピカピカしてきます。痛いよ、これちょっと。嘘、痛くないよ。ねえねえ、ない際だけをちょっとぐるんと一周させる感じ。ダメだこれ。ダメ。できる？できる。やって。いやいや、やばくない。ああ、はぁ、最近もうリンパが詰まりまくってさ、もう肩とか乳が痛いもん。お腹鳴ってるよ。私かな？あなたです。私、わかる、わかるでしょ。自分のお腹が鳴ったか鳴ってないかぐらいは。わかんない。わかるだろ。はい、マッサージ終わってカラコンつけ終わりました。はい、まずは下地を塗っていきます。こちらのビセのトーンアッププライマー、ラベンダーのお色ですね。チャイボーグメイクはちょっと肌を白めに作るのが、あれなので、これでちょっとトーンアップ狙っていきます。はい、下地塗り終わりました。確かに結構トーンアップしましたね。肌が白くなりました。はい、続いてファンデーション塗っていきます。ラポッシュポゼのファンデーション、いつもよりもちょっと白めのファンデーション用意してもらいました。はい、お願いします。昨日までね、鼻のてっぺんにね、面鳥ができてて、鼻ニキビができてて、必死に薬塗って直しました。ちょっとまだ赤いんですけど。ペイちゃん、鼻赤くないですかっていうコメントはいらないです。もう言ったのでよ。なんかすごいね。はい、ファンデーション塗り終わりました。お、確かにいつもよりちょっと白いですね。続いてお粉塗っていきます。メイクアップフォーエバーのお粉で、ちょっとこうまっとめに仕上げていきます。これはね、毎日メイクで使ってるメイクと一緒です。じゃあ凹凸ができやすいっていうことは、いつもより小顔に見えるっていうことですか？そう。あ、なるほど。これはで期待できますね。そうですね。はい、
はい、続いてアイシャドウ塗っていきます。コスメデコルテのアイグロウジェム、バーガンディです。お色はバーガンディ。この間のメイク動画見返したらさ、うん、めっちゃ私あのアイシャドウとかアイライン引かれてる時さ、うん、めっちゃ白目向いてた。めっちゃコメントでも白目ってきてる。はい、続いてこちら塗っていきます。アディクションの、094番、こちらバーガンディ。さっきもバーガンディの、アイシャドウ塗ったんですけど、それ下地にしちゃって、ちょっとこうまた上に足す感じ、ちょっとナチュラルなアイシャドウ塗った後にあの濃い系の、アイシャドウ塗ると、グラデーションになりやすい、塗っていきます。はい、塗り終わりました。おお、強くなってきました。確かに私あんまりこういう系のやつ使わないからね、うん、アイシャドウ新鮮です。はい、続いてアイライナー引いていきます。メイベリンのこの間紹介したのと一緒です。はい、お願いします。はい、塗り終わりました。お、どんなの？いつもより細いの？太いの？太い、いつもより太いのか。はい、アイライナー引けたので、続いてトム・フォードのアイシャドウでこの色ですね。この色でダブルラインを引っ張っていきます。いつもはダブルラインもアイライナーで黒で引っ張っちゃうんですけど、今日はちょっとねナチュラルめなダブルラインにしてみたいと思います。はい、いつもよりちょっとナチュラルめなダブルライン引けました。はい、続いてこちらの博報堂のアイボルアイボルだってアイブロウパレットのこの上の2色あたりを使って、目元この辺の、陰影と、そして、チャイボーグメイクといえば平行眉、眉毛を描いていきたいと思います。はい、お願いします。国産ニンニクみたいになってない？大丈夫？大丈夫。大丈夫。はい、今ちょっとノーズシャドウとか、眉毛の形が、できたところで、続いてこちらの、長らくのタトゥーブロー、こちらで、ちょっとねあの眉毛のちょっとこう毛っぽくモサ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 ってこう描いていきます。先がこんな感じになってて、眉毛のそのケバケバが描ける、眉毛の毛がね描けるんです。こちらね、なんと韓国コスメ長楽っていうブランド、長楽っていうブランドのあの商品みたいなので、コスメみたいなのちょっと気になる人は探してみてください。ということで描いていきます。はい、じゃあつけまつげつけていきます。こちらのみちょぱの抜け感スイート607番、これ毎日メイクでも使ったつけまつげです。はい、つけまつけました。はい、つけまつけたので、こちら続いてルナソルのアイシャドウ05番、ディープベージュのこの辺で目尻からこのちょっとよね、この辺こう塗って締めていきます。うわ、なんかいいね、クールだね、クールビューティー、アジアンビューティー。はいはい、続いてデジャブの
このマスカラです。これ毎日メイクで使ったのと一緒なんですけど、これで下まつげ描いていきます。はい、続いてハイライトを塗っていきます。ラデュレのシマリングプレイストパウダー104番、こちらフェイスパウダーを、ハイライトをがっつり入れていきます。もうチャイボーグメイクといえばもうハイライトがっつりなので、これをもうこの辺とかもこの辺とかこの辺とかにもがっつり塗っていきます。ハイライト塗り終わりました。キラキラー、なんかいいわね。え、きらびやかでしょ。それで前回使った、そんな早く終わりたい、うん、そのなんか次みたいな、次みたいな、うん、本当に、うん、私はね帰っても一人なんで、続いてシェーディング、こちらの MAC のミネラライズ、スキンフィニッシュナチュラルミディアムダークフェイスパウダー、はい、こちらをシェーディングしていきます。しっかりめに。チャイボーグメイクはもうシェーディングとハイライトのもう祭りだからね。はい、なのでもうがっつり出ます。がっつり。はい、塗り終わりました。はい、こちらの MAC のチーク、色はですね、ここのちょっとブラウン味がかかったチーク塗っていきます。はい、この辺から仕上げに入っていきます。初めての私、石灰ラインちょっと挑戦してみたいと思います。最後にこちらのリカフロッシュのクランベリー使っていきます。古川優香プロデュースのリップです。はい、よろしくお願いします。チャイボーグメイクじゃん。お化けじゃん。お化けだよ。何お化けだよ。どこに幽霊がなんか。え？自己物件来たかと思った。もう閉まってるじゃねえよ。びっくりした。チャイボーグメイクってなんかすごい可愛くなるっていうメイクだよね。え？待ってね。え？成功？大成功これ。いやいや大成功だね。120点。120点の出来ですよ。マジで？チャイボーグメイク、これでしょ。みんなが知ってるやつ。でも違うと思う。なんで違うと思う。なんで違ってると思う。なんでよ。え、それに申し込むの。ちょっとやろ。ちょっとね、ちょっとなんか竹内まりやみたいな。どうなんでそんなみんな半信半疑なの。信じてくれよ。え、おきくさんだよ。え、おきくさんだよ。そっち系。そっち系ってなんだよ。おきくメイク。おきくメイクじゃねえ。こんな派手じゃないだろ。あ、ほら、かわいい。ほら、あ、ほら。え、嘘。幽霊かと思った。え、嘘でしょ。チャイボーグメイクでしょ、これ。え、めっちゃ可愛くない。え、ほら。こっちの方がいい。顔だよ。だからなんかこうやって普通になんかこうやってやってるのはダメだけど、ほらこの顔、この顔限定。何ちくび触ってんの。触ってずっと
髪の毛直すふりしてはい、ということでチャイボーグメイクでした。個人的には大成功だと思うんですが、皆さんどう思いますか？